はい、今日は加藤サリーさんにそんな感じなんですか。そんな感じ。だから言ったやん。だからそうそう、喋るのは多分シャイなんで得意じゃないですよ。でも一人で。大丈夫です大丈夫です。撮ります。すみません、僕できます。今日はあの加藤サリさんにインタビューをしたいと思います。よろしくお願いします。それでは加藤サリさん、ちょっとよろしいですか。はい、すいません。愛してるぜ。加藤サリさんの対応がすごいです。これは何でしたっけ、あの新曲。パイオツくんです。なんであれ、はい、PV 使ってくれなかったんですか。今度やってもらおうかなと思って、今日はちょっと交渉しに来たんです。正直、はい、そこまでその加藤サリさんのことをそんなに知らないというか、多分皆さんもちょっと加藤サリさんのイメージとかあると思うんですけど、クソ悪いイメージだと思います。そういうのもちょっとこう紐解かせていただけたらなと思います、はい、僕の印象としては、あのなんか何年か前に付き合いされてたみたいな感じで、そのなんか芸能界にちょくちょくテレビに出られてるっていうイメージの方なんですけど、うん、加藤サリさんって何者なのかってちょっと知りたいんですけど。とりあえず金が好きなんですよ。金が好き、チャラいんですよ。チャラい、金が好き、チャラい、やりで正直で、正直でいいですよ。クズですよね。なんでそんな自虐的なことばっかりですか。いや、自虐じゃないです。褒め言葉じゃないですか、これ。褒め言葉なんですか、クズとか。はい。なるほど。今まで何をされてきた方なんですか。男にお金もらって、男に依存して、次にまた男に依存して、男と住んで、男に住んで。やっと自立してたんです、子供、娘生まれて。なるほど。はい。で、常に7人彼氏がいないと死んじゃう病気だったんです。へぇー、そういう感じの生きてきたみたいな。そう、ずっと7人をこう、うん、羨ましいです。いや、僕もなんか週7日間で7人女の子がいて、そう回していきたいですよ。羨ましいなと思いました、今聞いて。あ、だからその経営ノウハウみたいなの教えてほしいんですけど。経営ノウハウ。彼氏を7人どうやって付き合っていくんですか。やっぱこう嫉妬とかされるじゃないですか、束縛とか嫉妬とか。ああ、だから親友がいるんですよ、女の子の。はい、その親友といる体にします。黙ってるんですかね。黙ってますよ、もちろん。言うわけないじゃないですか、私何人かにするよ。今ね、SNS の時代なんで結構バレないですか。バレます。SNS サリー一応タレントだからあげないでねとか言うんですけど、あげなくても六本木界隈って常にいるんで、やっぱりこの六本木の住民たちって会っちゃうんですよ。その時にその俺も加藤さんと付き合ってるよみたいになった時に、みたいになってバレることがめっちゃ多々あって、揉め事にめちゃくちゃなってました。なんか男いないと死んじゃう病気みたいな感じだと思ってたんですけど、今は本当にゼロ人ですね。今はゼロ人になったってことですか。はい、もう娘生まれて、なんかもう真面目に仕事をし始めて。あ、じゃあ娘さんのおかげみたいな。もう娘になんか育てられてますね、今。すごい、なんかじゃあ人生観もちょっと変わったみたいな。めっちゃ変わりました。今ゼロで。今ゼロです。でも〇〇したくなったらどうするんですか。ずっとやってないですよ、別に。やってないですか。はい。そんな切り替わるもんなんですか。切り替わっちゃいました。テレビとかで出てるサリさんと人は違いますね、ちょっと若干は。やっぱキャラ作ってるんですか。そうですね、嫌われキャラの加藤サリっていうのは作ってるますね。それでなんでそういう風にしてるんですか。これもう暴露しちゃっていいですか。いいと思いますよ。当時件で炎上しちゃって、はい、どうしようってなった時に事務所だ立ち上げてくれた人がいたんですけど、そこの事務所に入ってた時に、その社長に、別にお前が今辞めるって、そこまで死にたいぐらい嫌で辞めるっていうなら辞めたらいいよみたいな、でもそしたら今お前が辞めたらただの本当の売名女になってしまうよって言われて、でも今頑張っていずれタレント加藤サリがっていう見出しの記事になった時にお前の勝ちなんじゃないって言われて、よしやってやるってその時に思って切り替えて、二代にできなくなるまでペシャンコにしてやろう。で、加藤サリっていうキャラを芸能界に同じキャラの人間なんて二人いらないんだって言って、だからお前は唯一無二の嫌われこういうキャラでいけっていうのを言われて、唯一無二のキャラを獲得しろって言われたんで、今まで結構無理してやってたみたいな感じなんですか。もうなんかもう安定剤とかもう飲んで暴れまくったりとかしてました。もう安定剤飲んだのにもかかわらず、暴れまくるから安定剤飲んでみたいな、マネージャーもう5人ぐらいマネージャーついてみたいなぐらいの時もありました。ちょっとヒールというか、ヒールキャラがもう辛すぎて。初めて知りました、そういう。やっぱり初めて言いました。初めて言いました。すいません、なんかそんなすごい情報を。トリコさんのシングルマザーのねプロジェクトとか。あ、やってます今。シングルマザーについてどう思いますか。制作で
掲げているんですけど、子供って今普通に小学生中学生って、まあ、義務教育ありますけど、学校の寮みたいなのあったらいいなと思って、シングルマザーシングルファーザーの人とかで育てしにくい人とかいると思うんですけど、そういう人たちが学校の寮に預けて自分たちが会いに行きたい時に会えたりとか、それって結局会いに行かなくなる人が多くなりそうじゃないですか。まあ、学校の寮って言ってもちゃんと 愛情を与えてあげれるような環境を作りたいなって思って、子育てで悩んで虐待とかしたりとか、自分の時間を作れないとか、そういう人とかいると思うんですけど、シッターを言えれば自分の時間を作れますけどね、お金がある人とかでいいと思うんですけど、セーフティーネットとして子供を普通に預けれるっていう、朝から夜までその規則正しい生活して勉強とかスポーツとかそういうのをちゃんとやって、子供の可能性を伸ばせられるような環境があったらいいなって僕は思ってるんですちょっと怒ってますけど大丈夫ですか？いや怒ってない怒ってない、シングルマザーの人ってやっぱサリさんはそういうベビーシッターとかやればいいじゃんってなりますけど、多くの人ってやっぱシングルマザーだとやっぱ育てられない、先ほど話しましたけどバンバンなって思うんですよ、はい、でもなんでなってないかっていうと、子育てできないから。僕がですか？僕じゃなくて子供生まれるじゃないですか、確率的に。そんな時じゃあ自分で育てなきゃいけないってなると、でも育てられない、だからなっしないとかになると思うんですけど、育てできる環境が整ってればみっって今よりすると思うんですよ。なのでもし子供ができてもうちょっと育てられないとか厳しいってなった時に寮で預けたりとか、そういうセーフティーネットとしてあったらバンバンできると思うんです、今よりも。僕一夫多妻とか一妻多夫とか多夫多妻を合法化しようと思ってるんですけども、政策で。そうなんです、そう思ってるんですけどいろんな家族のあり方があって、まあ、それは思いますね、いろんな家族、その中の一つとしてなんですけど、だから例えば第一夫人に子供が生まれるじゃないですか、うん、そしたら第二夫人とその間したり、今度第三夫人が今度子供を見てるとか、そのなんかいろんな形があってもいいんですね。なんかもう石油王の考え方みたいな、石油王の今すごいなんかすげえモテてる男の人女の人を一人の人が独占するってこう罪だと思う、共有シェアすればいいわけじゃないですか。ああなるほど、共有、その人の遺伝子だから。サリが7人彼氏いるのもいいってことですか？これいいですよ。シングルマザーについて何かご意見とかありすぎてね、最近ね考えすぎてるんですよね。サリちょっと聞かせてほしいんですけど、多分 そんなそういう風に考えてるって思ってない人いると思うんですよ。サリさんが子供を産まないとやっぱりサリも気づかなかったことがめちゃくちゃあるんですけど、はい、それこそシングルマザーのハウさんで、それ言っちゃっていいんですか？もうやろうとしてるっていう、まだ出してないでしょ、ね、もう言っちゃっていいですか？今度ヤフーニュースとかで取材を受ける予定になってます。新しいその新プロジェクトを大丈夫なんですか？言っちゃいましょう、言っちゃいましょう普通とマネージャーさんで止めるんじゃないですか？いや言っちゃいましょう、さっきから言っちゃいましょう、言っちゃいましょうもうやばいんですよ。まあまあまあ、シングルマザーのシェアハウスを作ろうと思ってて、なんだろう、シングルマザーの同じ境遇の子が、はい、じゃあ 4,5 人で一緒に住んだとしたら、今日2人が飲みに行くよって言ったら、あとの3人とかが子供見れるじゃないですか。いいですいいです、同じ考え方みたいなところ。そうですね、まあ、で一人っ子、まあ、サリは元旦那とよりを持たさない限り、はい、まあ、兄弟、まあ、他の人と結婚したらあるかもしれないですけど、まあ、再婚したりとかあるかもしれないけど、まあ、リリは一人っ子なんですよ。でもまあその兄弟がじゃあいないんですよ。だけどこう殴ったら自分の手も痛いじゃないですか。でもそれが分かるのって兄弟がいるからこと分かっていくことだと思うんですよ。てかまあそこのシェアハウスで兄弟ができるってことで、血は繋がってないけれども、それでそこでなんかこう新しい家族の形みたいなのができると思うんですよね。まあもちろんおめごととかも起こると思うんですけど、でそのプロジェクトを今やろうと。でも加藤サリさんのイメージとは全然そうなんですよ。すごい、なんかそれこそサリさん後藤さんにもちょっと伝ってもらう、結構医師の方とかトイック日本一満点の人とか学校の教師とか、はい、そういう不動産の方とか今結構そのメディア関係とかもシンプルに熱意があって、はい、一緒に考えてもらってて、その中に僕が入ったらプロジェクト潰れないですかね政治っていうところ、ね、あそう政治任せてください、いや全然任せてくださいじゃなくて、僕まだ政治家になったことないんですけどトゥーシャイシャイボーイなんですけども、なんか僕全然努力できることがあれば僕はもう本当に尽力したいんですけども、なんかプロジェクトに迷惑かけたら申し訳ないっていうだけですけど、迷惑は多分ねかからないと思います。ですか、はい、僕にできることがあればやっぱこう素敵な仲間というか、マネージャーさんすごく出会えてよかったっていう、どういう形であれなんですか？サリーの知り合いからもともとは紹介されたんですけど、
紹介されて、最初はなんかそんな別になんか YouTube 撮り始めた時ぐらいにあめっちゃ合うなってなりましたよね。そうですね、はい、結構長年一緒にいる感じのなんかあったらなんだろう全部話しますね。隠し事がないかな、うん、いやたまにあの多いやつ来ますよめっちゃ重いやつ来るんですよ。めっちゃ重いやつあとどうでもいいやつもあるんですよ。暇ねとかしてくるんですよ。制作関係をやってるんで携帯で今こう撮ってるじゃないですか、はい、あとさっき出るんですよ。あの緊急感が多くて最初の出るじゃないですか。でも暇でんなんですよ。サリーね、なんかね、この LINE のこのレスポンスで思ったんですけど、はいはい、多分すっごい規則正しい。いや、絶対そうですよね。え、ですよね。基本的には早寝早起きなんですけど、基本はもう 10時で朝、朝4、5時に起きなんですけど。4、5時に起きてたって何しますんだって。事務処理的な、こう、なんかパソコンとか、なんかそういう、とか創作活動的な。政見放送を考えるにもいろいろあれって自分で考えてるんですか。自分で考える政見放送、はい、となんか10時に起きるとかにおもろいって思いますよね。就寝前にあのしこってしこるんですか。就寝前にやっぱりいやしこんないですね。あの彼女がいるとしこんないですね。あんまり彼女とどれぐらいの頻度でやるんですか。でもやっぱ週2ぐらいは欲しいですよね。そんなにやっぱあのやりすぎると体調悪くなっちゃうんで。どういうことですか。過ぎるとやっぱ体調悪くなるじゃないですか。ならじゃああの人どんなどう毎日やってる。体調悪いんですか。で体調悪いのがアベレージになってるんで。ああだから鍛えられてるからもうそれがアベレージになってるんで。だからすごいですよね。だから本当になんかメジャーリーガーみたいな。僕草野球な感じですね。僕でも最近五臓六腑が痛いんですよ。五臓六腑いややばいじゃないですか。こことここがずっとが死ぬんですか。いや痛みがえぐくて死ぬすか。で多分、ね、怖いから病院行ってないんですよ。ちょっと射精関係あるんですよ。左の筋肉ずっと痛いんですよ。ちょっとそれは関係あると思いますか。最初は関係あると思いますね。ちょっと抑えた方がいいかもしれないです。これ僕の理論ですけど、やらないともうパンパンになっちゃうんで、適度に抜かないといけないし、やりすぎも良くないって僕の考え方。しないと前立腺の機能が低下しちゃうんで。知らない人もいますよね。でも全く性欲だからちょっと前立腺の機能が低下してます。その人あ、ダメなんですね、はい、1日何回ぐらい出してるんですか。でも1回はマストで、多い時だったら3から5とか。3から5、はい、鉄人ですよ、鉄人。3から5しこって、しこり、しこりまで含めて。しこりも1日1は絶対で、週に毎日、本当にじゃあ週 7から10ぐらいはってこと。あ、そうです。で僕もコントロールできるんですけど、やっぱりたくさんしてる人ってコントロールできるようになるんですよ。サリーないと無理ですね。え、もう5分とかでいいです。5分はソロじゃないです。何十秒とかです。あ、え、そんな1分以内ですよ、ソロの。いや、サリー不感症なんですよ。関係あるんですか。どういうことですか。いや、じゃあ不感症やから気持ちよくないから、はい、早いけしか思わない。すごい愛してる人とやっても不感症なんですか。不感症です。今まで気持ちいいと思ったことないから。マジっすか。はい、なんか世間のイメージだともう気持ちよがってるなみたいなあると思うんですけど、ないですか。気持ちいい。男狂いみたいな。いや、男狂いなんですよ。男狂いやし、金を持ってる男が好きなんですけど。これは真の愛に出会ってないです。え、ほんまに？真の愛に出会ったらもうビショビショになります。え、ビショビショなんですけど。あ、めっちゃ濡れやすいんですけど、うん、気持ちよくないです。ビショビショだけど行ったことはない。そう。ありますか？いや、ない。中なんか普通にポカンとしてる感じなんですか？あ、演技はする。この人と抱かれて嬉しいとか、もう一生この人といたいみたいなないですか？こう抱かれて嬉しいっていうのはあるかもしれないですけど、要行ってみたいんですけどね。だからもう一生行けんのかな、サリと思って。でもなんかこれから多分出会いとかがあって、この人本当に好きみたいなのあった時に、子供とそのサリさんを受け入れてくれる、あ、すごい素敵な男性とか現れた時に、あ、この人となんかみたいなので。僕あれですよ、来週加藤隆さんと会いますよ。なんで加藤隆が YouTube 始めるんですか。今始めてるんですけど、飲みないっていうので。え、でもさ、加藤隆でもいけないと思いますよ。でとりあえず今度この2人の間に加藤隆がやばいって。もう3人やばいです。あの俺後藤なんですけど、いいですか。3人揃ったら僕番組作ろうか。番組作ろうか。なんかもうできるでしょ。絵が見えるでしょ。いやいいっすけど、サリのチャンネルでやりたくないな。バンされるでしょ、それ。ほんまになんか絵で描くと、もうこの線、その女の子が使うクリを吸引する。へえ、あー、そんなんあるんですね。そういうのだったらいけるって友達に言われて、女の子の友達に。で、サリコこれならいけるよって言われたんだけど、ないからハマらないんですよ。としても
外行きと中行きがあるんで、先生どう思いますか？とりあえず加藤隆さんに聞きます。加藤隆さん。でも僕の過去の経験談で全然行かないって言ってた人が俺と出会って行けるようになったってこともあるんですよ。俺と真の愛に目覚めて行けるようになったっていうのがあるんです過去に。なのでそういうのがあるかもしれないけど、でも結局別れてるわけですよ。そうなんです。そうなんです。じゃあ真の愛じゃないって話じゃないですか。そうなんです。ちょ、僕も悲しくなってくる。やめろよ。放送できるんこれ大丈夫俺なんかふざけた話じゃないですよね。真面目な話ですよ。真面目なんですけど、あのこのどんだけこう世間の人が共有なんか共感してくれるかっていう。いや共感してくれる人たくさんいますよ。本当やっぱ女性の性の悩みとかあんまり言えないじゃないですか。やはり言えますよ。サリさんは言えるんですけど、いや言えない人ってやっぱ多いと思いますよ。だサリさんはだって生中じゃないですか。生中。普通の人は生中じゃないんですよ。生中っていうのは生だけなんですけど。説明してくれるんや。ゴムを販売停止にしたらいいと思うんですよ。そうですね。だからそれこそ販売停止にするためにもその子育てできる環境とか必要だなと僕は思ってます。生中ができるようにね。そうです。てか逆に子供が一人もいないのすごいですよ。いや僕はだからゴムつけてたからです。今日からは生中で。いや。いやで僕はでもほら相手ありきですから。いや相手も多分怒ってますよ。怒ってないです。怒ってない。いやいや生中してくれないっていうの多分いやその相手は不満が多分生中してくれないっていうのが不満だと。いやいや生中の話はしましたから。生中の話をした結果でも中に出すのはちょっとだからあのやっぱ考えようねっていうのは。いやでもこっちからいきなり生中したらいいんじゃないですか。なんで僕がこんななんか非常識みたいになってるんですか。非常識ですよ。だって非常識じゃん。非常識ですよ。ここはちょっと空間がおかしい。非常識です。ちょっと反省します。ちょっと、うん、ちょ相談します。じゃあこういうことあったんだけど、うん、どっちが非常識なのか彼女に聞いてみて。どっちが非常識。だから彼女も非常識かもしれないです。うん、彼女が多分非常識ですね。本当ですか。ちょっと本当にマジですか。ちょっと聞いてみます。ちょっと生中を推奨してもちょっと過激ですよ。で僕は生中じゃなくてゴムつけようって言ってるのにそれはおかしいっていうのは結構過激な論だと思いますよ世間的には。ということで、はい、加藤サリさんの意外な一面というかテレビの見てる印象とはちょっと違くて、はい、なんかすごくなんかいい人ということで加藤サリさんということで加藤サリさんありがとうございました。まだ愛してるぜ。